なたたちの悩みを聞きましょう。できる限り真実を話していただければご協力できると思います。スノー、相手は悪神教の幹部、絶対にそれだけは忘れないでよ。まずはあなたの力を試させてもらってもいいですか。ある程度信憑性が欲しいんです。バーナム効果でそれらしいこと言われたり、言葉巧みに誘導されて結果うやむやにされても嫌なもので、ここまで言われて逃げるなら探索系、思考読み取り系の線は薄い、怒ったら不機嫌になるなら短期、普通に答えるでしょうね。疑い深いのですね。いいでしょう、あなたが納得するまで試すといいですよ。ただし先ほどもおっしゃいましたが、偽りの情報からは偽りの結果しか生まれません。つまり間違いから正解は出てきません。それは了承してくださいね。まずあなたのお名前は。煽ってるな、偽名なのは普通に鬼投資ってわけね。スノーフラワー。ではあなたが思う疑問を一つどうぞ。あなたは神なのになぜ悪魔の力を借りたの。煽ってくるなら煽り返してやる。この件は私には無縁、正直に答えなよ聖女様。私は神と気づいていたか。この子の気配も神だと思っていたけど、これは面白い。別に悪魔の力なんて借りてませんよ。己よりも下等な生物の力を借りる必要性があると思いますか。やったまった、この子いきなり順序無視で。不要、あまり相手の事情に触れるのは失礼だと。それは同意ね。だけどなのに悪神教なんかで悪魔様と称え、教えを与える立場にいる、筋が通らないわね。こちらも目的があるのです。気になるのならお話ししますよ。いや、そこまでは興味ないわね。なるほど、神と認めさせて、深い事情には介入しない。塩梅加減はなかなか、多くの修羅場をくぐり抜けてきたのですね。まあ、神だってことを偽らなかっただけ信用できるわね。答え合わせができる問題出さないと正当性なんてわからないしね。自分がわかっている範囲の事実を相手に喋らせただけか、ヒヤヒヤするわね。結果のやり方は。まずムーンからどうぞ。私はその次でいいわ。話す内容的に後の方が楽だし。そう、なら私から質問させてもらうわね。A 転換で情報を出す。ただでは帰らないわよ。やぼなことはしない。その目をやめないと即ここから追い出してしまってもいいのですよ。この人、私がこの目になった途端即座に視界から外れた。この目を理解してるの？こっちにグレイがあったとはいえその武器のケロ、人のお姉ちゃんに危害加えたらここで戦争が始まるぞ。グレイと理解しているならいいですよ。お互い下手な詮索はやめましょう。偽名をあえて触れてないのは優しさですよ。A 転換知ってたわね、あの人。つまり知識レベルはあのネルたちやメリアちゃんと同等クラスと見ていい。地球規模の相手じゃないわ。悪神教の幹部は私たちと同じ地球外勢力がいるってことか。厄介ね、本当。それでお話を続けますか。東京で騒動を起こしたラディウス、ベルディアでもいい。その人が悪神教に入った動機を知りたいの。あなたも東京なのですね。よく取材が来るものです。あなたの質問から得られる答えはありません。答えれないのではなく、答えたところであなたが活かせる情報は何一つ手に入らないということです。ベルディア司教の動機はもちろん知っています。ですが彼が亡くなったからといって安易にその情報を出していいものなのでしょうかね。すごく痛い正論パンチを、どんな形であれ相手のプライバシーを侵害する権利なんて私にはない。たとえそれが極悪犯でも、殺されたから殺してもいいなんて理由にならないのと同じ。生かせるかどうかなんて私たちはあなたに目的を話していないのだからわからないでしょ。そんなの、知りません、わかりません、の言い訳にしか聞こえないわよ。なら違う場合は、なんて脅しだってそう、違うのではなく、今この時でまだ情報のパーツが揃ってないだけで今回の情報が無意味かどうかなんてわからないでしょ。ナイスゼッカ、口喧嘩させたら本当頼りになる。力を得るため、以上です。異変を起こした動機は司教になった後からの動機、司教になった動機からはこれ以上の情報はありませんよ。浅い質問には浅い答えしか返せない、だから理想の答えじゃない答えが返ってくる、サービスの悪い情報やお相手してるみたいね。なるほどね、こっちがこの態度ならあなたもそんな態度を取るってことね。いいわ、上等よ。あんた、まさか？私の本名は引き絶下、探している人がいる、その人の情報を求める。バカ、本当バカ、名前を出すなってあれほど。いいですね、少しかしこくない子は好きですよ。私もあなたになら少し気を楽にして受け答えできそうですね。いいでしょう、私の能力を使ってでもあなたの望みに貢献してあげますよ。私は嫌われたってことね、なら絶下に期待するしかないわね。世界放送だったからわかると思うけど、今年度の WCDT を見たことある。テレビは見ないのでわかりませんね。じゃあ一つ、先ほど言っていた能力、それは情報系能力。そうですね、私は天使の神、知識、の天使ですからね。与えられた問題から最適解を出す。最下位の系統であれど、一番希少な系統、私のようなものは少ないと思いますよ。
あなた方は見るに精霊の神ですね。見てすぐにはわかりませんでしたが、気配でおおよそ見当はつきましたよ。へえ、私の師匠から黙ってろって言われてたのによく気づいたね、さすが。それで WCDT がどうしました？姿は後に確認して、シキパとメリア、メルトリア、この二人の情報を教えてほしい。シキパとで出てこないなら、パト、リカイオス、エウレカ、そっちの名前でもいいわ。パト様、メリア様、やっと二人の情報を知っている人が来た。パト様、メリア様、あなた、悪神教前の所属ってどこ？エウレカ帝国政治部隊副総長、この星にはパト様たちを探すために来たのです。待って、こっちも情報を教えるからそっちも経緯を教えてよ。そうでしたか、私がおかしくなったと思っていましたけど、あのお二人も私と同じように連中に目をつけられたのですね。でもまさかパト様やメリア様すらも追い込むとは。この地球、想像以上に厄介な環境に仕上がってますね。長い年月をかけて作った土台なんでしょう。ベクテックムシチ英雄は私の想定以上に厄介な相手なのは確実になった。でも世界的に見れば脅威になり得ない。なぜなら、地球限定、つまりはお山の対象、星ごと破壊する危険性まではない。関与しなければいいだけの話。でもまさか彼女がパト様の専属神だったなんて。師匠のメリア様、お二人の恩恵を受けた子が私の前に現れた奇跡、これを逃す手はない。私からお願いしたいのですが、ゼッカ様の記憶からパト様たちを探らせてもらってもよろしいでしょうか。味方となれば願ってもないけど、なんでゼッカ様。専属神となれば従属である私よりくらいは上ですからね。様をつけるのは当然です。ですがまさかパト様が敵対視している組織に身を置いていたとは、私も先に情報を集めるべきでしたね。今から脱退すればいいんじゃない。脱退したら私は殺されるでしょうね。それに裏切り行為も殺害対象でしょう。少なくとも今の私はパト様の敵にならないにしても味方になることもできません。人質。あなたほどの実力者でもあの白髪の男には勝てないのですね。でもあなたの存在をパト、もしくはメリアちゃんに知らせれば策だって。それが一番ダメですね。互いに不干渉であるならお互いのことを認知しない方が動きやすいしリスクも少ないってことね。思考を見る能力者がいればそれだけでパトとリフレットさんの関係性がバレてしまうから。なるほど。ってことは私とムーンはかなりまずいわね。もう絶対でいいわよ。はい、なので教会を出たタイミングでお二人の記憶から私との関係に関する記憶は私が管理します。相手を騙すにはまずは味方から理解いただけたらと思います。それはいいわ。それじゃあ早速だけど私経由からパトの情報を教えてもらえる。悪神教を敵対視しているのにそちらの情報は求めないのですね。今の記憶でもまずいのに余計な情報を知ったら変に目をつけられるでしょ。それに私たちだってわざわざ自ら悪神教を狙っているわけじゃない。目的や事件の中に悪神教がいたから敵になっただけ。別に相手の組織情報とか興味ないわ。私たちはね、平和に過ごせたらそれでいいの。別に戦いを求めてるわけじゃない。そうですか。それを聞けて少し気持ちが楽になりました。ここまで変わっていたなんて。これはいくら探してもわからなかったわけだ。それにメリア様もおそらくパト様の中にいた期間が長かったせいか遺伝と性質が変わってる。パト様もメリア様もこの星にいませんね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。